将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知っている問題の第16弾を作成しました。初心者向けの将棋盤と将棋駒に関する問題です。さあやってみてください。今回は上級の問題を8題です。人間将棋は甲冑を身にまとった人間が将棋駒になってプロ棋士が対局を行うイベントです。毎年4月剣道市の桜の名所舞鶴山の山頂広場で開催されます。将棋盤は南北方向1から9で 14.17m、 東西方向1から9で 16.87m あります。1マスの大きさは縦 1.5m、 横 1.2m もあります。プロが対局者になったのは平成3年に羽生善治棋王対屋敷伸之棋聖が始まりです。2022年は藤井五冠と佐々木大地六段が対局しました。まず問題1です。人間将棋の行われる天童市は将棋駒で有名ですが、なぜ将棋駒を制作するようになったのですか？ A 将棋駒に適した材木があった。 B 将棋に強い武士がいた。 C 財政が困窮、休止救済策として家臣に将棋駒制作の内職を進めた。 E 北インドの将棋のルーツであるチャトランガに詳しい人がいた。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。さあ では回答します。正解は C です。全国の約9割以上を占めると言われる天童の将棋駒産業は、小田藩が天童に入る以前の高畑にあった時から将棋駒の生産が行われ、天童に持ち込まれたことが分かっています。その後江戸時代後期活の困窮にあえぐ藩士の救済として、当時の天童小田藩の容認職で、後に幕末明治維新にかけて活躍する吉田大八が、当時の天童で生産されていた将棋駒の製作を藩士に奨励したことが、後世に伝わる天童将棋駒の振興のきっかけとなった、人口のきっかけとなったと言われています。続いて問題2です。プロが使用する将棋駒に適した材木の種類はどれでしょうか？ A 松、 B ヒノキ、 C 桜、 E 本杉。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。さあでは回答します。正解は D です。高級品には三倉島産、東京都や薩摩産、鹿児島県の本杉が使用されます。中級品にはタイ、カンボジア産のシャモツゲが使用されます。下級品にはマキ、バビロ、アオカ、イタヤなどが使用されています。また将棋駒の生地にもマサメ、マダラ、木目の種類があります。続いて問題3です。将棋駒で最も古いと有名な書体はどれでしょうか？ A 水瀬、 B 近畿、 C 金龍、 E 源兵衛清康。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は A です。最も歴史が古くまた人気がある書体は水瀬であり、水瀬とは濃筆家で知られた水瀬兼成が発明した書体を指します。ゆったりとしつつもどこかどっしりと構えたような字体が、徳川家康をはじめとした当時の権力者に好まれた。ついで近畿と言われている。将棋ファンマニアは駒に凝ると一般によく言われる源兵衛清康、三倉とか虎目などを言葉に出す人は相当のマニアと思って間違いがない。なお関西将棋会館の4階対局室には水瀬の間と近畿の間があります。続いて問題4です。飛車は成ると竜王、各行は成ると龍馬になりますが、同じ竜の字が少しだけ異なります。どれでしょうか？犬ような違いなのでよく観察してくださいね。で竜王の竜が大きく、龍馬の竜が小さい。 B
竜王の竜が右寄り、龍馬の竜が左寄りになっている。C、竜王の竜の最後が上に、龍馬の竜の最後が下に向いている。D、竜王の竜がやや上に、龍馬の竜がやや下になっている。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー、ルアンサー。正解は C です。竜王の竜は上り、龍馬の竜は下りと言われています。すなわち、2つの字に違いが見られるのは漢字の右側、作りの部分です。竜王の竜の最後の一角が下から上へと跳ね上がっているのに対し、龍馬の竜は右から下へと一旦下がっています。竜王のモチーフが上り竜、龍馬は竜王と見分けがつきやすいようにと、下り竜になったとされているようです。続いて問題5です。将棋盤について最も適している木材はどれでしょうか。 A 松、 B ヒノキ、 C 本茅、 D 本杉。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。さあ、正解は C です。将棋盤の素材として上位から順に本茅や火葉、本かつらが知られています。安価な普及品では、新かつら、新かやを使った盤も多く出回っています。プロの対局に使われているのが、1以下かや底の常緑針葉樹、本かやで作られた盤です。数ある木材の中でも、特に本かやは、将棋盤の最高峰と言われています。その理由は、適度な弾力があって、差し味が良く、長い時間、対局をしても疲れが出にくいという特徴にあります。続いて問題6です。将棋盤の天面にマス目を書くときに使用する道具は何か。 A 物差し、 B 太刀、 C 毛引き、 D 差し金。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。だ、では回答します。正解は B です。太刀盛りとは、刃を丸めた2本刀の刃に温めた漆をつけて切るようにして漆を盛り付けていくことです。将棋盤を作成する過程で最も神経を使う作業です。とても高度な熟練した技術を必要とします。おそらく今の日本には太刀盛り師は数えるくらいしかいないのではないでしょうか。また筆盛りといってネズミのひげを使う方法や、ヘラメモリといって太刀盛りの刀の代わりにヘラを用いるなどがあります。続いて問題7です。将棋盤の裏側には血だまりと呼ばれるへこみ、へその実用上の目的は何でしょうか。 A 駒を刺した時の音が良くなる、 B 単なる飾り付け、 C 中心が分かるように、 D 制作者が分かるようにから選んでください。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答です。正解は A です。この部分の正式名称は音受けであるが、俗に血だまりと呼ばれ、対局中に横から口を挟む第三者の人間の首を切ってひっくり返した盤を台にして首をそこに置いて血を溜めたという言い伝えがある。実用上の目的としては、盤に駒を刺した時の音が良くなるようにとも言われ、音受けの名前はこれに由来する。また、製造工程で盤にひびや歪みが発生しないようにしているものであり、日本将棋辞典によれば、盤の内部の水分をここから外に逃がしているものである。最後の問題8です。将棋盤の足は、日干し、型の八角形は何を形取ったものか。 A どんぐりの実、 B 栗の実、 C くるみの実、 D 口なしの実。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は D です。将棋盤の足は伝統的な建築物の装飾などに用いられる日干し型の八角形をしているが、その形が口なしの実に似ていることから、
第三者が勝負に口を出すなという意味がある。盤の足は八角形であるが、実際の口なしのみは六角形である。これは日本の風習として八はめでたいというところから来ている。手作りのものは足の一本が取れてそこに作者の名前が記されている。最後にお願いがあります。今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにもチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。